いきなり戦争始まったりするじゃないですか、はい、しましたね。弾がバンバン飛んでて火がついてるんですよ、原発に。株がスコーン凝ってるんですよ。汗ダクダクになりながら株が地獄でしたわ。何と戦ってるんですか。すごかったんですよ、リアルタイムで。次はどうされますか。交友関係、フレンズ、ちょっとお願いします。はい、はい、交友関係いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。普通に遊んでる友達とかではなくて、はい、投資関係の交友関係の話をちょっと聞いてみたいなと思ったんですよ。お、投資関係の交友関係って意外とみんないないんですよ。まあそうでしょうね、うん、投資でのオフ会とか人からの紹介とかでみんなそこで新しい投資の輪を広げてるイメージがあるんですけど、はい、僕自身はそういうこうブログとかツイッターとかで、はい、投資家さん一緒に飲もうみたいなので、はい、飲ませてもらうことがあるんですけど、うん、ジンさんとかアンさんとかは、はい、どういうふうにこういう関係を広げていってるのかなっていうのを、うん、アンさんから聞いていいですか。はい、私はもう本当に最初はジンさんの紹介でしたね。皆さんでジンさんの YouTube に出させていただいて信用できるじゃないですけど、まあ大丈夫な人だみたいな感じになって、そこから紹介みたいな感じで、まあ今もすごい。でも元々はじゃあアナさんはジンさんがいろいろ紹介してくれたのが広がったきっかけですか。はい、そうです。いや僕はあのアナさんの YouTube ライブ見て、はい、FX やってんだ。よかったらコラボしようよ。一緒に教えてあげるからさ。いいじゃん、大丈夫だよ。怪しくないから。怖い。安心して安全だから。っていう感じでね、コラボしたり。そうです、そこからです。じゃあ例えばアンさんは全然知らないところには行ったことないんですか。それ行かないですね。行かないです。おかしいでしょ。それに誰かしら知り合いがいれば行きたいなってなるんですけど、なんかやっぱりちょっと怖いイメージが、まあ、謎ですよね、はい、実際やべえのも多いんじゃないですか。あんま言えないですけどやべえのは多いと思いますよ。意味深。まあ、投資ですからね、どうしてもお金扱ってるとそういうところには湧いてきますよ、はい、まあ、そうですよね、まあ、せめて一人ぐらいは知ってる人がいた方がいいですよね、はい、そうですね、うん、そう考えると全く知らないところに飛び込んでいくとそういうリスクも生じるわけですよ、ね、そうですよね、うん、ジンさん自身は投資関係の交友を広めていったのは動画がでかいですか。あのまあ YouTube やり始めてからでしょうね、うん、あ、そうですか。それはそうですね。そうなんですね。投資友達が一人もいませんからね。一人もいないですよ。もともと一人もいないですよ。え、ジンさん。いや、だから今は。最初はってことですよね。最初だから一人で孤独に FX やってて、へー、そこで YouTube 上げたらなんかバズっちゃってさ。そういう時代があったんですね、ジンさんにも。最初 FX で4000万買ったんだ、半年で。すごいっしょ。その後コツコツドカンで全部ぶっ飛ばした。っていうね。でも、はい、始めるきっかけの人もいないってことですか。 FX をいないですね。人のきっかけじゃないですね、自分で。シスさん、テストさんは知ってましたけど、さすがにやる前ですよ、うん、別にきっかけではないですね。へえ。例えばなんか本屋さんで見たとかでもないんですか。海外旅行によく行ってたんで、うん、なんか円安の時に限って旅行行ってたんで、じゃあ円高の時にドル円買っておこうと思ったのが始まり。めっちゃすごいですね、合理的ですね、うん、はい、ちなみに海外旅行に、まあ、最近コロナで行けないと思いますけど、はい、行ってた時は、はい、トレーダーと行ったことあります。トレーダーとは言ってないですけど自分はトレードしてましたね。あちょうどイタリアのベネチアでゴンドラ乗ったらトルコリラがクラッシュして300万ぶっ飛ばしました、ね、タイミングがすごい、まあ、ゴンドラがクラッシュしなくてよかったですよ。確かに楽しい旅行がめちゃくちゃだよ。でもやっぱあれですか、スマホでポチポチしてたんですか。してましたね、はい、でクラッシュして損切りになってた。そうなってましたね。あ、なんですか、ヨーロッパにいると日本のサイト基本的に全部つながりにくいんですけど、はい、なんか FX だけ普通につながってて。マジですか。で回線が軽いのかよくわかんないですけど普通にできましたね。で見たらクラッシュして、まあ、なくなってましたね。マイナス300って感じ。テンション下がりますよね。ねえ、まあしょうがないですね。まあ僕たちもトレーダーで旅行に行くときがたまにあったんですけど、やっぱ大体旅行行ってたらみんな負けてるんですよね。
そうなんですか。負けて旅行中にスマホでいらないことするんで、あいらないことしてせっかくよしやるぞみたいな感じで旅行を楽しむぞってやってるのにみんなげんなりしてるんですよ夜に。いやちょっともう今日いいかなみたいな。だから旅行中にトレードしない方がいいということと、はい、僕はそのジンさんがこういう関係で海外にトレーダーとかと一緒にいたりしたことあるのかなと思ったんですけどないんですね。いやそもそもトレーダーの人と個別に遊んだりしないっすね。えいや、まあね、アレルギーですか。個別に遊ぶってなかなかハードル高くないですか。いい年こいたおっさんがおっさん同士で遊ぶってなかなかハードル高くないですか。何するんですか。結構楽しいですよ。飲まないですよそもそも、まあ、お酒ゼロです。まあやっときながらね。お酒ゼロです飲まないです。ゼロですか。ゼロです。へえ。じゃあゲームとかあるじゃないですか。あ、ゲーム、おっさん同士でゲームするの。おっさん同士で家でゲームやるから遊ぼうぜ。なかなか難しいですよ。相手がゲーム好きだったら分かりますけど。あ、ペットとか飼ってますよね。ペット飼ってます。ペン吉、ね、はい、ペット友達とか。あ、ペット友達。ペット友達、おっさんが、おっさんがうちの猫とちょっとなんかやら見に来ないみたいな。おかしいですよね。違うっすか。なかなかちょっと、ビジョン見えないです。じんさんの趣味って何ですか、普段の。最近でもね、やっぱ年取ったせいかなくなりましたよね。昔は映画やゲームよく見たりやったりしたんですけど、はい、やっぱもう投資に勝るものはないですよね。まあそうですね、アドレナリンのレベルが違うんで。それは確かに分かります。金かかってると違えわ。ゲームの勝敗では金かかんないですけど、投資の勝敗はね、金かかってっからよ。熱いぜ。ガチ勢なんでね。でも実際その投資やってみて良かったですか。はい、まあ今のところ勝ってますからね、トータルで。はい、もちろん負けてないし、はい、いろんな人ともこういうこともあるし。そうですね、トータルでは全然プラスなんじゃないですか。まあ、YouTube のコメント欄で変なアンチに変なクソコメ書かれますから。クソコメちゃんと見てっからな。クソコメ全部非表示にしてやっからな。宮本さんはむしろどうなんですか。いや僕はもちろんこの世界に入ってプラスどころか、はい、もう1万プラスぐらいしかないですね。だからこの世界に入ったことによって、うん、でそれはなぜかというと、まあ、結構ぶっ飛んでる系の人が多すぎるっていう、はい、まあ、それがこういう関係の僕のその肝だと思ってるんですけど、はい、全国のいろんな人といろんなところでいろんな飲み会とかをして、はい、いろんな人と出会ったんですけど、投資に携わってる人に、まあ、例えばその投資の世界で株で有名だったら、まあ、シスさんっていう人がいるんですけど、なんて250億持ってんのとか。で一緒に飲んだら飲み方もめっちゃ綺麗やし、思いやりもあるし、なんでこの人は偉そうにしないんだろうとか。なんかもう影響がね、いろんなところでいっぱい刺激を与えてもらうのが、僕はその投資をやってよかったプラスこういう関係を広げてよかったなと思ったんですけど、そういう体験がないですか。あります。多分投資を始めてなかったら当たり前に会うことのなかった方々なので、うんうん、そうですね。僕も投資始めたからこんな美女と知り合いになりました。いいですね、この人は単純ですからね。うつろですから目が。高いお店に行ってお金払わないと口聞いてもらえないですからね。ね、思ってない。と思いました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はじめまして、ケンと申します。はい、村上と言います。よろしくお願いします。村山さんとかの世代と、はい、僕の世代で何が僕ら優位なんだろうと思った時に、うん、情報の伝達スピードの速さみたいなのは、うん、まあ、結構恵まれてるのかなっていうふうに思ってます。強烈に速いですよね。そうですね、うん、めちゃくちゃ円安になったじゃないですか。はい、僕は全然円安になると思ってましたよ。あ、そうですか。ドル円売りで捕まってますけど。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いします。次回もお楽しみに。